こんにちは。修正建設専門学校空間デザイン学科課長の柿谷です。この動画では第15回修正インテリアスケッチコンテストについて説明します。このコンクールは高等学校に在籍するすべての生徒を対象に実施しており、日本各地から多くの高校生にご参加いただいています。建築やインテリアを学んでいない皆さんのアイデアも楽しみにしています。今年度のテーマは街の景品ショップです。1990年代に生まれたグローカルという経済社会学用語があります。その語源となったのは Think Globally, Act Locally で、地球規模で考えつつ地域で活動することを指しています。地域の課題を世界的視点から考えることが当たり前のこととなり、さらに格差拡大や気候変動のように世界と地域両面の解決が求められることが注目される現在、再びグローカルは大きな意味を持つ言葉となっています。日本は南北に長い島国です。海に囲まれ多くの山林があり、巨大都市圏から地方都市、田園、山村、漁村、さまざまな気候風土と産業、歴史、文化、暮らしの多様性を持つ国です。このコンクールには例年そんな日本各地から多くのご応募をいただいています。そこで今回はこんなテーマを設定してみました。皆さんが暮らす地域について調べてみてください。そこには独自の歴史や文化や産物、ものづくりがあります。それらは恵みの品々、町の景品ともいえるものです。地域を代表する町の景品を販売することで、世界にその魅力を発信するショップをデザインしてみましょう。そのお店はきっとその地域らしさにあふれた、そこに暮らす人やそこを訪れた人、そして世界に愛される場所になると思います。素敵なショップデザインを通じて皆さんの街の景品を教えてもらえることを楽しみにしています。作品の形式や応募についてはこちら、または本校ホームページをご確認ください。以上で本コンクールの説明を終わります。それでは素敵な提案をお待ちしています。